はい、というわけでチョコレートクエスト続きやっていこうかなと思います。というわけで前回ですね、皆さんのコメントで気づいたんですけど、ここのね絵画の裏に何かあるんじゃないかっていうコメントがね、結構なんか押し寄せられたというかあったんで、ちょっとねここ開けてみたいと思います。いきます。はい。おお、なんかあった。待って、何これ。何これ。ああ、宝箱だ。なんぞ、なんだこれ。はい。うわ、おなんか喜んでいいのか微妙なのかよくわかんないアイテムを手に入れてしまったな。まあでも一応ね、アイテムだし拾っておきましょう。でも結構なんかこれはいいんじゃないか。ダメージ増加についてるし、 8.5 だったら結構、あ、ダイヤの剣より攻撃力高いじゃん。あ、いいね、いいね。あ、よかった、拾えて。なんかね、あとね、鎧というか、このなんかブル装備とか結構なんか脆いっぽいんで、まあ装備すぐ壊れちゃいそうなんで、まあ、あってよかったですね。なんか今若干なまったけど、まあそこはね、無視。というわけで先に進みたいと思います。このダンジョンさ、でかすぎてさ、もうなんか、なんて言うんだろう、画面がカクカクになっちゃうんだよね。あ、この上からかな。この上行けば、あ、もう雲いるわ。こっから新しいところだ。よし、じゃあ、早速ね、攻略していこうかなと思います。うわ、なんかいっぱいある。ちょっと待って、やばい。雲スポーナー。待って。何今の。ちょっと待って、今。なんか3体4体生まれてきたんだけど。ビビるわ、そんな。先にタイマー解けばよかった。バカした。下手こいた。よいしょ。ダメだ。ちょっと待って、先に松明置いちゃおう。こんな。松明置きましょう。もう怖すぎるわ、こんな。すぐ出てくるからな。よし。あれ？あ、こう落とし穴になってんのか、もしかして。もしやこれ落とし穴になってるやつ？なんかスケルトンいっぱいいた気がするけど、なんかいなくなってるから。あ、落とし穴になってる。怖っ。危な。普通に落ちたら危ないじゃん、こんな。やめてよ、ちょっと。危ないじゃん、ここ。じゃあ、この上行きましょう。こっち。うわー、ちょっと待って。いる。うわ、なんか飛ばしてきたんだけど、魔法使ってくるやついる。待って、魔法使ってくるやついるんだけど、それはせこいって、バブルキャノンで僕も対抗します。はい。僕もバブルキャノン使います。何こいつ。ボス。あ、ボスだ、ボス。ボスだ、名前ついてる、これ。中ボスかもしんね。あ、待って、バグ、あ、やばい、ごめん。せっかくの見せ場なのになんか。ちょっと待って、俺ダメージめっちゃ食らって。待って、飛ばしてくる。あいつ、あの状態でも飛ばしてくる。やばい、待って、俺死ぬんじゃね、俺。待って、俺死ぬんじゃね。危ない。普通に死ぬかと思った。焦ったー。ちょっと待って。なんかあいつさ、よくわかんないバグ状態なのにさ、炎飛ばしてきたんだけど。どんだけ根性あんだよ、あいつ。まだいるかな。今言ったら死ぬんじゃね。ちょっと待って。あー、もうダメじゃん、これ。ダメじゃん。やばい。ちょっと待って。水、ない。待って。水ない。待って。あぶね、よかった。あぶね、ちょっと回復します。こっから狙えることに気づいた。よし。やったぜ。これで回復しながらあいつも倒せると。なんかあいつ名前ついてたね。なんかパーマンみたいな。パーマンみたいな名前ついてなかった、あいつ。なんかね、ああやって上に、前も言った気がするけど、なんかああやって、上に名前が、ああ、飛んできてる。あぶね、びっくりした。コントロール悪くてよかった。あんな感じでね、モブの上に、名前がついてると中ボス扱いになるらしいよ、一応。そういう感じのっていうか、なんか中ボス扱いになるらしいです。体力多くね。全然死なねえじゃん、こいつ。よし、やっと倒した。20発ぐらい撃ったな。だいぶ体力多かったな。あ、なんか落としたかな。金馬とか、いらねえ。金馬って。金馬じゃねえや。金馬ってなんだよ。金塊な。金塊とかいらねえ。なんで俺金馬とか言ってんだよ。お、パンがあった。ラッキー。パン食ってるかな、さっきから。うわ、めっちゃいる。もうめっちゃいる。しかもなんかさ、なんか煙みたいに出てない。なんか、あいつらなんか出てない。なんか、うわー。まあ、でも、さっきの飛び道具みたいにいないから、ちょっとモンキンググレートソードの、なんか衝撃波みたいなので一気に倒していきたいと思います。いけ！衝撃波、たまには。あ、やっぱ衝撃波強いわ。あ、回復役いる。うざい。回復役がいると結構うざいかもしんない。長引くんだよな。うわ、大量だな。やばい。いけ。多分カットになってるけど、いけ。やっぱ衝撃波強いわ。なんかもう2体倒したもん。いける。画面が非常にカクカクだ。やばい。よし。で、こいつも倒しちゃって。よし、残るはお前だけだ。うわ、やべ。だいぶ満腹ゲージなくなったな。こいつ1体だけやったら何もできないからな。よしよしよし。オッケー。パン食って回復しましょう。
で、お宝がここに書く。待って、フックショットダメだって、それダメだって、ほんとフックショットだけはダメ。ちょ待って、フックショットせこい。やばい、ちょ待って、やばい、こいつらに遊ばれてる俺。ちょ待って、ちょ、なんとかしてこっちに行こう。ちょ待って、油断したら引っ張られる。あ、やばい、ダイヤモンド装備も出てきた。やばい、ダイヤモンド装備出てきた。ちょ待って、ほんとうざい、フックショット。よし、オッケー。待って、フックショットやばい。フックショットがやばい。予想以上に。ちょ、お前マジでぶっ、え？結構、お前、オッケー。よし、もう大丈夫だ。ダイヤモンド装備。あ、お前、あっち行け。よし、オッケー。こいつマジでうざすぎる。うざすぎるだろ、これ。フックショットうざすぎる。あ、ダイヤモンド装備になるとこんな感じなんだね。なんか一回見たことある気がするけど。なるほどね。なんか装備の色がわかりやすくダイヤモンドになってるね。じゃあ、あんまこれ、あっち行きたくねえな。え、マジでフックショットうざいんだけど、やばすぎる。フックショットのうざさがやばいな。なんか一気にさ、引っ張られてさ、戻れないからさ、どんどん、あ、ダイヤモンド、ラッキー。ダイヤモンドがあったね。いい感じ。どんどんやられる気がする。しかも防御力もそんな高くないからさ、あんまり高いとは言えないから、とりあえず松明を作っちゃって、松明作りのからの、よいしょ、あ、待って、間違って捨てちゃった。ちょっと明るくしよう。やばい、このパートでボスまでたどり着けないんじゃないか疑惑がある。うわ、なんか落ちてきた。うわ、しかもダイヤ兵だし。ダイヤ兵いた。試しにさ、こっちじゃなくてこっち行ってみる。こいつと戦う？うわ、ダイヤ兵だわ。盾つけてるからうざいわ。なんかお宝とかありそうじゃない？この辺。いや、もう回復するか。早いな。だいぶ早いな。ペース早いっすね。お、なんか。あ、待って、やばい。弓の音した。弓の音、あ、普通のスケさんだ。普通のスケさんが生成されてる。これつけてみよう。ライト。あ、ライトかよ。なんだよ。明るくなるだけかよ。なんだよ。うわ、いる。守ってるやつがいんな。だって裏側にいないかな。俺の後ろ側に。今、前しか、いった。ほら、やっぱいた。結局いるんだよな。よし。倒せ。どんどん。オッケー。よし。じゃあ、宝箱見ていきましょう。パン。オッケー。パンとパンがあればオッケー。他に、こっちは、お、松明。いいね。松明があるだけまだ、マシでしたね。よし。パンいっぱいあるな。この下なんかあんのかな？ここ、トラップド、あぶねえ、なんか落ちたら嫌だから、やめとこう。うわ、スケさん生まれた。普通のスケさん生まれた。じゃあ、うわ、ちょ、待って、そういうことか。びっくりした。普通に生まれたわけじゃないのか。スケルトンのスポナーが宝出てきたってわけね。まあ、大したなんか宝的なものはあんまないんだよな。だからなんか、そんなこっち来なくてもよかったかもしんないけど、一応ね、確認だけしたいから。よいしょ。ちょ待って、回復しに行け、お前回復しに行け。よし、倒せ。お前だけ倒して、こいつを倒して、宝箱を手に入れると。オッケー。だいぶ息が、お、ダイヤモンド、あ、金のリンゴもあんじゃん。あ、結構いいアイテムあったね。意外といいアイテム揃ってたかもしんない。金リンゴがあるだけ。まだまだ。うわ、待って。え、何これ。え、何このフィーバーな感じ。え、もう普通のダイヤの剣いらないっしょ。ダメージ増加も持っておくか。もう鉄の剣いいや。ノックバックつけておこう。ノックバック。何がいらないんだろう。何がいらない。これいらないか。頭は残しておいて。オッケー。よし、じゃあ行きましょう。ダイヤの剣めっちゃあったな。ここはいい感じのアイテムが揃ってましたね。じゃあ早速ね、これなんだっけ？アンデッド特攻とノックバックか。ノックバックとダメージ増加があれば十分かな。よし、行くぜ。暗いな。ほんと暗いわ。見づらいわ。フックショットいないよな。フックショットいなければ結構余裕かもしんない。あ、ノックバックいいわ。強いやっぱり。ノックバックがあると便利ですね。3体来られても1体ずつ吹っ飛ばせるから。ノックバックはだいぶ便利。埋まって、なんかスケさん来た気がする。うざいの来た。よし、オッケー。倒せ。よし。よし、オッケー。あー、待って、左側にもまだためろってる。待って、なんか旗持ってるやついる。馬かと思った。危ねえ。よいしょ。止め。待って、スケさんもいる。裏側にスケさんがいた。暗い、ちょっと暗いから、松明のある方向に行こう。よし。いけ。これで衝撃波で全員一気に倒します。ムカつくんで。よし。衝撃。で、モンキンググレートソードがそろそろ壊れるんじゃないか。やばいな、新しいの取り行かないと。よいしょ。そろそろ減ってもいいんじゃないか。よし、弓には弓で対抗してやれ。オッケー、よし。オッケー。よし、松明、ちゃんと立てていきましょう。エメラルドもいっぱい手に入ったね。ダイヤモンド。
よし、オッケー。あ、待って、エメラルド。3個。エメラルド41個か。お、待って、明るくなった。あ、普通に夜だったから暗かったのか。そういうことか。晴れればちゃんと明るいんだね。あ、待って、もうこれ、あれじゃない？あ、寝る場所ある。あ、寝たかった。夜の間に寝たかったわ。よし、ここに、お、パンがある。食料がいっぱいありますね。これも、ボス、いっちょ、待って、どっから生まれてきた、お前。お前、待って、当て逃げやめろ、お前。当て逃げやめろ。お前、当てて逃げるやつやめろ。こいつ倒したわ、とりあえず。ダイヤで二刀流か。相当めんどくせえやつ来たな。相当めんどくせえやつ来たな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケー。というわけで、ちょっと、まあね、動画がね、ちょっと短くなってしまうんですけど、パソコンが重くなってしまうので、ボスは次回に回したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。